昨日の夜とは打って変わって今日は気持ちのいい晴天になりました。ちょうどいいぐらいかな。暑い、めっちゃ暑い。今日松山市にある松山総合公園を訪ねると咲いていたのは色とりどりのツツジです。うん、この時期らしい季節になりましたね。本当にあんまり暑くなってはほしいないんだけど、うん、今日はね、綺麗に晴れて気持ちがいいです。ウォーキングするのにね、はい、季節になりました。久しぶりに散歩でもしようかなと思いましたもう最高ですね。撮影した写真を見せてもらうと、ブログやってるんで毎日日記のつもりで写真も載せたり、いろいろなところ行って、花大好きなんで松山総合公園管理事務所によりますと、今満開、見ごろを迎えているのはクルメツツジで、平戸ツツジも咲き始めているということ。今年は例年と比べて咲き始めが1週間から10日ほど早く、平戸ツツジは来週から見ごろを迎える予想だということです。松山地方気象台によりますと、県内は今週金曜日まで最低最高気温ともに平年より高い、もしくはかなり高い予想で、明日あさっては最高気温が5月下旬並みの25度まで上がるところもある見込みだということです。